プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日も平泳ぎのキックに関する動画、足が水上に出てしまうキックの直し方について。前回骨盤後傾を意識したままのキックは何が良くないかという内容で話をしました。今回は違うパターンの良くないキックのやり方を紹介して、それの直し方も紹介します。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。このキックをご覧ください。一体何が起こっているでしょうか。足が水面に出ていますね。一体これの何が良くないかというと、まず水を押せない。足が水面に出てるんだから押せてるのは空気ですよね。水を押して前に進むのが水泳です。平泳ぎにおけるキックの重要度の大きさは今更説明しなくても分かりますよね。超重要です。その超重要な前に進むための機会を自分で放棄しているのがこの蹴り方。そしてキック後の足の位置が高すぎて腰が反る、これもデメリット。足が水面に出るということは足の位置が高いということです。これは蹴り終わりでも一緒。足の位置が高いと腰の位置が落ちやすい、つまり反りやすくなるということ。グライドの時間が長いのが平泳ぎです。腰が反った状態でストリームラインをするのは私はお勧めしません。前回の動画と似ているので、それも教訓にしながら、腰の丸めすぎによる足が水中に沈んだ状態の引きつけも良くない。ポイントは2つです。足の裏が水面の高さになるようにして引きつける。これを意識すると膝の沈みすぎを防止できます。水面を基準に使うので、個人的にはやりやすい矯正方法だなという印象です。ただこれだけ気をつけても足が水面に出てしまう可能性はあります。なので次のポイント、膝を落とす。膝の前進位置に気をつける。膝から下を動かすのではなく、膝の位置、太ももを落とすようにして引きつけを行います。さっきのポイントに比べるとちょっと意識するのは難しいかもしれません。膝の位置を前進させすぎない、つまり股関節を折りたたみすぎないということです。ちょうどこの泳いでる人でいうと、この水着の真下まで膝を動かそうとするともう曲げすぎですね。足全体が下に沈んでいます。膝をどこまで前進させるかを考えて引き付けを行ってみてください。もう一つ、キックを斜め下に向けて打つ。これは引き付けた後の話です。斜め下に打つのは空蹴りを防ぐためもありますが、キック後の姿勢で腰を反らせないようにするためです。蹴り終わりの足の位置は腰よりも下になるようにしておきましょう。なお、蹴り終わった時点では骨盤後傾を推奨します。膝を曲げるときは骨盤後傾をやりすぎないようにして、ここではやりましょう。はい、ここからは前回もやりましたが、キックのフォーム矯正フローチャート。まずはキック単体での練習をしましょう。キック動作に集中してください。ボードを使うのであれば頭を入れたまま。なお、この時に腰の位置が上がれば上がるほど足が水面に出やすくなります。次に呼吸なしのスイムで行います。最初は腕と足の動作を完全にバラバラにして、やはりキックに集中です。慣れてきたら少しタイミングを近づけていきます。それから呼吸ありの普通のスイム。呼吸というバランスを崩す魔物が入ってきます。キックで鳴らして、呼吸なしのスイムで鳴らす、そしてこの魔物退治というふうにね。何言ってんだかね。段階を経た練習をお勧めいたします。最近寒いですね。この動画が出ている頃には2月5日の雪についてどうなったのか結果が出ていることでしょう。果たして私は関東に帰れているのか、関東の方はこちらに来れているのか。なんかフラグを立ててるみたいになってきましたね。やめておきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ルイでした。